いいと思います。それでは、改めまして皆様、こんわたわたがしー、魂、三隅の腹渡にようこそ。腹渡、元気でしょうか？良い感じ。どうなるの？もう！パパン？ビオラ？銃持ってる。ビオラの父、ビオラなんだな、無事か？どこも怪我してないか？よかった。ね？パパン！ニドルチか。よかったんだろうか。いや、まあ仕方ないか。まあ、ニドルチはね。戦闘の基本だけれども。ちょっとなんか申し訳ないな、友達だったんだよね。まあ、もうでも友達であって、あれはもう友達ではない姿になってしまっているからな。まあ、あれしかなかったんだ。あれ？あれ？すごいな。あ！え？いつまで追いかけてくるの？もうすぐその体は死んじゃうのに。え？あ、え？あ、え？え、じゃあ！最初からそのつもりだったってことね。一度だけなんて。だって私の家だよ。私が殺されるわけないじゃない。あの家はずっと私を案内してくれてたんだから。私がここから出れるようにね。すべてもう仕組まれてたってこと？すべてが。大丈夫。私がビオラちゃんの分まで愛してあげる。なんてやつだ。ビオラちゃんの分まで愛されてあげる。いいの？それ、もう、ほんと。ビオラ。ああ！あ、待って、やだやだ。そんなことは許されるんですか？いや。え、じゃあ。ビオラの父は、ビオラちゃんを、二度も、撃ったってこと？お父さん、気づいて。助けて。ねえ、やめて、本当にやめて。信じらんない、この、悪魔女！うわぁ！うわぁ！悪い。うわぁ、すぎる。許せん。お父さんに撃たれるの、最後。トゥルーエンドが、あー、でもすごい、すごいな。確かに、これはこれを見ないと、凄まじい仕組まれてたんだ、すべて、本当に、全部。これが魔女なのね。いや、これは確かにこっちの絵の見ないと、真相、
あれだけだと、私は勘違いしたまま終わるとこだった。もう一つエンディングないのかと思ってしまうけど。うわぁ。すごい、すごい。オチまで。すべて。いやー、でもそっかー、私、パパに会えてよかったとか思ったのに、あれもすでに、違ったのか。いや、面白かったー、魔女の家。面白かったけど、でも私もホラー映画とかね、たくさん見ますが、まあ、後味悪いホラー、嫌いじゃないのよね、割と。そうだったな。